皆さんこんにちは。今回から FIFA22 のキャリアモードでゲーム実況をしていきたいと思います。アゴのマウス操作をするので、声が聞き取りにくいことが予想されますが、ご理解ください。前回、ショート動画でキャリアモードの顔を作ったりとかやったと思います。まだ見てない方は、ぜひご覧ください。よし、コーナーキック、コーナーキックが。さあ、ワールドということで、うまく、一撃点に絡みたいですね。いや、もう、パスミスしまう。グラント。アタッキングサードへ持ってきました。このパス。試合負けてるみたい。で、比較点数で勝ちたいです。あ、ボールがこない。ちょっとあの、じゃあボール難しいです。プレス行きます。これもスルーパス。これは読んでいたんでしょうか。ここは一気に攻め込んでいくのか。味方に渡らないですね。アタッキングサードに入ってきた。オフサイドにならないよ。シュートチャンスだ。これはキーパー。危ない。いやー、よくあそこに届きましたね。どうやら選手交代でカウンターでここにいます。ボールを入れた。押し込みたい。このピンチをタックルで防ぎました。デビュー戦で。一点決めたい。簡単にはボールを失いません。無駄に。シュートまでも入った追加点です。リードを2点入ってね。やっぱ前目ね。前目でボールに絡んでいくしかないんですね。さあ自ら持ち込んでいく。ああ、シュート。はい。入んなかったです。こういう時こそ、危ない場面でしたがカットしました。取りたかった。ボール取りたかった。気をつけて。ドリブルで運びます。中に入れたいところです。ナイスディフェンスです。いけたのに。走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。ボールが相手に渡りました。いやーきついな。ミロシュニンコビッチ。いやーきついな。パスは完全に読んでいた。デビュー戦でボールだけ決めたい。
いや、時間がない。PK だって PK、今の PK だよ、だけど。キーパー。とてもマジなことだよ。おい。何で家族なのよ。ああ、初戦負けましたよ、おい。マジか、1点取られんの。いやいや、やめて、1点はお願いよ。危ない。これ。ああ、ひどい。負けました。すると、全く打てなくて、悲しかったです。はい。デビュー戦、ちょっとマジで、何もできなくて、悲しいです。まあ、次の試合、頑張って、特別に、これでいければと思います。この動画が良ければ、高評価とチャンネル登録、コメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。